これで分かったら、お前ら黙ってろ。お前らとはもう、これっきりだ。もう終わった気でいるんですか。俺らはまだこれからですよ。ザーグ、しつけえやつらだな。お前らが俺に勝てるわけねえだろ。おい、終わってねえよ。もういいだろ。脅しに口して言いなりになるなんて新しくねえよ。自分の人生諦めて誰かの下につくなんてあんたらしかねえんだよ。自分の人生を捨てる。脅しに口して言いなりになるなんて新しくねえよ。自分の人生諦めて誰かの下につくなんてあんたらしかねえんだよ。分かったよ。
てくれて嬉しいよ。ようやく決断できたみたいだな。ああ、遅くなってすまなかった。今日から君はうちのナンバー2だ。お友達もすぐ解放しよう。悪いけど俺はこの組には入らねえ。ああ、あの3人を見捨てるってことか。いや、あいつらは返してもらう。どういうことかな。どっちかなんて選べねえからな。俺はこの組を潰すことにした。本気で言っているのか。おい、本気で。残念だな。それじゃあ君には消えてもらうよ。お前たち、花山はどうした？ああ、ちょっと邪魔だったんで、置いてきました。あ？お前たちは同じ班なんだから、一緒に行動しないとダメだろ。いやー、でも邪魔だったんすよ。ふざけるな。知らない土地で一人ぼっちになって、花山がどれだけ心細い思いをしてるのか、お前らにはわからないのか。もういい。花山の元へは俺が行く。花山がかわいそうだろ。おい、麺が海ぶどうです。ああ、めちゃくちゃブチブチしてる。オリンピアめっちゃ合うな。何やってんだよ小宮山。いや違うんですよ、マスク寿司なんですよ。お酒飲んでこないと僕ボコボコにされるって言ってたんですよ。だからもうやるしかなくて、もうすいません。その話本当だろ。来い。おい、ちょっと。あいつらと来たら花山、お前もお前だぞ。うわー、いいっすね、吸い込みが。うわー、いいね、沖縄でしょ、たまたま。最高っすね、本当っすね。人は違うっすよ、これ。これよ。すいませんでした。海に沈めるぞ、こら。ほら、昨日、松くんが僕にお酒飲めって言ったからじゃないですか。そうだったか。もう松くん悪だから忘れてるんですよ。そうだったっけか。いいか、お前らにはもう自由時間などない。そんな、そう、ホテルに一生缶詰だ。やっぱりいろいろ回ったけどすげえな。ああ、すごかったっすね。どうぞみたいな。どうぞって。お風呂見ました。お風呂めっちゃ綺麗でしたよ。いや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 、皆さん楽しんでいただけてるかな。お前はムカつくけどこの家は最高だな。いや、皆さん楽しんでもらえてるようでよかった。あ、そうだ、よいしょ、これどうぞ。
おお、かしか、気が利くじゃねえか。それじゃ、いただきまーす。ストップ。そのお菓子、手を使わずに犬のように食べなよ。あ？何言ってんだよ。そんなことするわけねえだろ。分かってる分かってる。これでどう？おっとっと。よいしょ。あ？なめんなよりょ。俺ってそんな落ちぼれじゃねえよ。そうだよ。誰がそんなことするかい。おい。君たちもわがままだね。はい。金額の問題じゃねえ。プライドの問題だ。いくら積まれたってこんなもん食わねえぞ。そうだぞ。これでもプライドは捨てられない。いただきます。最高最高、これでこそ人間だね。お金って素晴らしいね。じゃあ食べ終わったら次行こうか。しゃみんな、紹介するよ。父親の哲と妹の美里です。おー、よく来てくれたね、みんな。寮から話はいつも聞いてるよ。はじめまして。おお、はじめまして。僕が松本で、こいつが厚田で、こいつが花山です。はじめまして。お邪魔します。おお、君が松本くんか。かっこよくて強くて俺の憧れだっていつも寮から聞いてるよ。よろしく。おお、どうも。まあそんなことはないっす。おお、君が厚田くんだね。おお、なんか仲間思いで熱くて筋肉がすごいって聞いてたけど、ほんとにすごいね君。いや、それほどでもないっすよ。おお、君は花山くんだね。色黒で小太りでいつもいじめがいがあるっていつも聞いてるよ。まあとにかく今日は寮の友達であるみんなのためにごちそうを用意しているから、腹いっぱい食べてくれ。準備するから少しだけ待っててくださいね。俺も手伝ってくる。おお、なんかいい人そうだったな。はい、妹の美里ちゃんめちゃくちゃ可愛かったですし。僕だけめちゃくちゃひどいこと言われた。おい、ぼっち、元気出せ。ごちそう用意してくれてるってことだしよ。まあ確かに、ごちそう食べねるならさっきのことは水に流しましょう。これで確定したな。寮の家族だからって全員がケチなわけじゃなかったんだよ。はい、変なのは寮だけだったんすね。ああ、よし上げ最高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 。父さん、これめっちゃ映りよくね。うん、うまそうだよね。もうすごいいい匂い。匂い、うまい。お兄ちゃん、フル取って。あ、おっとっと。ありがとう。うまいね。うん、ちょっと醤油でかすぎたかな。ちょっと量多いけど、まあいい。うん、いかん。ちょっと餃子取ってくれ。よそ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 。いや、我慢我慢、ちょっと待ってな。どう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 。うまい。これ一体どういうことだ。知らないっすよ。うまいの。俺が聞きてっすよ。きっつい。マジで無理。あれ、どうしたのかな。橋が全然進んでないようだけど。ああ、いただきます。うん、美味しいな。うん、うまい。これ、あの、うちの自慢のエビチリソースだから。おい、食べなさい。食べてよ、みんな。ほら、取って、持って、早く。うん、美味しいからな。うん。